ロバート・クラム、ロバート・クラム、ロバート・クラム、1943年8月30日体は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の漫画家、イラストレーターである。クラムは1960年代のアンダーグラウンドコミックス運動の創始者の一人であり、この分野における代表的な作家として知られている。クラムの最も著名な作品の一つである、キープオン・トラキンは、 ポップカルチャーを代表する作品として知られている。クラムはフリッツ・ザ・キャットやミスター・ナチュラルの生みの親である。1943年8月30日にペンシルベニア州フィラデルフィアでロバート・クラムは海兵隊将校の父親とカトリックの母親の間に生まれた。四十喧嘩の絶えない両親の下で少年期のクラムは経験にして 性的に抑圧されたカトリック信者として成長した。幼少期のクラムの漫画活動に最も大きな影響を与えたのは彼の兄チャールズ・クラムであった。チャールズは子供の頃からロバートと共に漫画を描き綴り、兄弟はふと名付けた自作のコミックスを学校や近所の家々で売り歩いたこともあった。ロバートが高校に進学する頃にはチャールズは漫画を断念して、 家に引きこもるようになっていたが、弟の良き話し相手であり続けた。1992年に、クラムの兄チャールズは50歳で自殺した。高校を卒業した後、1962年に、クラムは、オハイオ州クリーブランドに移り住み、アメリカングリーティング社に就職して、グリーティングカードのデザインを担当するようになった。クリーブランドでクラムは後に、漫画、 アメリカンスプレンダーの原作を手掛けるハービー・ピーカーと親友になり、1964年に最初の妻だなモーガン・クラムと結婚した。ピーカーは SP レコード版への熱愛をクラムと共有する友人であり、1976年に自費出版した自伝漫画アメリカンスプレンダーの作画にあたっては、クラムの助けを借りた。映画アメリカンスプレンダーでは、 ジェームズ・アーバニアクがクラム役を演じている。1965年1月にクラムの崇拝していた雑誌マットの創刊者ハーベー・カーツマンによる雑誌ヘルプ第22号で最初のフリッツ・ザ・ギャット作品フリッツ・カムズ・アンストロングが掲載された。また1965年6月頃からクラムは LSD の使用を始めた。 LSD は僕の頭をすっかり変えてしまった。LSD は僕に漫画を真剣に捉えすぎるのをやめさせて僕自身の全く違った一面を教えてくれたんだとクラムは語っている。1967年1月にクラムはフィラデルフィアのヤローストックスを含めたアンダーグラウンド新聞で発表したいくつかの漫画に対する反応に促され、 サイケデリックフラワーパワー運動の中心地あったカリフォルニア州サンフランシスコへ移住した。1968年の初めにクラムはザップコミを創刊した。クラムはアンダーグラウンドコミックス運動を代表する作家となっていった。クラムは古めかしい早期の漫画スタイルを用いて漫画においてはタブーとみなされていた性的かつ政治的な風刺作品を発表した。 やがてクラムはカウンターカルチャー漫画作品の出版可能性に活気づけられた多数の漫画家の興味を引き付けた。後期のザップ込みにおいてクラムはスペイン・ドドリゲス、リック・グリフィン、エスクレー・ウィルソン、ビクター・モスコソ、ロバート・ウィリアムズ、ギルバート・シェルトンといった作家の作品を掲載した。ザップ、イーストバイ・バリッチ・アザー、オーゼット・マガジンといった 多数のアンダーグラウンドコミックスやアンダーグラウンド新聞などのカウンターカルチャー系出版物の市場においてクラムはフリッツ・ザ・キャットやミスター・ナチュラルを含む反体制文化の象徴となったキャラクターたちを創造したクラムの作品はがぜん大きな需要を呼び覚ましクラム自身もまた反体制文化を象徴する存在となっていった1980年代前半に クラムは、オルタナティブコミックのアンソロジー雑誌である、ウィアードを創刊し、オルタナティブコミックにおける創作と影響の、両面における、主要人物として、クラムはなおも健在である。クラムの経歴は、メインストリームコミック出版業界の外部で、始まったが、クラムは、雑誌、ニューヨーカーの表紙も手掛けている。1990年代中頃に、 クラムは彼自身による6冊のスケッチブックを南フランスのラングドックイコールルシオンにある小さな町ソベーの一軒家と交換し、2番目の妻、アリーン・コミンスキー・クラム、女もまた有名なアンダーグラウンド漫画家であると、娘、ソフィー、彼女も漫画家であると共に移住した。2005年にクラムはガーディアン紙のインタビューに対し、現在は 創世紀の漫画家作品の構想に取り組んでいると語っており、2009年にザ・ブック・オブ・ジェネシス・イラストレーテッド、ロバート・クラムズ・ジェネシスとして刊行された、日本語訳は2011年に旧約聖書創世紀編として刊行。クラムは友人ジャニス・ジョプリンのアルバムチープスリルのジャケットイラストを手掛けた。一方でクラムはローリング・ストーンズのアルバムのジャケットイラストも 依頼されたが、バンドミュージックを嫌っていたクラムは、その依頼を断った。アニメーション監督、ラルフ・バク氏は、X 指定が施された、最初のアニメーション映画である長編、フリッツ・ザ・キャットを制作し、この作品は、大きな工業成績を収めた。クラムはこの映画を嫌っており、鼻持ちならない映画スターとなったフリッツを、ダチョウ女が、アイスピックで刺し殺すという形で、 自作において、この架空の猫のキャラクターを葬ってしまい、以降の彼の作品に対する映画化の申し出を断り続けている。1990年代前半に、デューク大学において、クラムの作品に基づく舞台作品が上演された。ジョニー・シモンズが舞台監督を務め、クラムにより演技指導が行われた。クラムは舞台美術も手掛け、 彼の有名なキャラクターたちを舞台の床と壁いっぱいに書き込んだ。1994年にクラムの作品と波乱に満ちた家庭生活とを結びつけたドキュメンタリー映画クラムがクラムとその作品に興味を持つ若い読者を対象として制作された。この映画はクラムの長年の友人であるテリー・ツワイ・ゴフにより監督された。フランスでのクラムは バンド、レプリミティフス・ディー・ユーフツールにおいて、バンジョーを担当している。クラムは1970年代に3つのアルバムを発表した彼自身のバンド、チープスーツ・セレナーダーズも持っていた。著しく戦前のポピュラー音楽、ブルースなどに傾倒した、このバンドの3枚のアルバムは、現在でもレコードコレクターから厚く支持されている。また、東京を中心に活動するのるイマーロン・タイツを、 はじめ、日本でも影響を受けたバンドは多い。クラブは SP レコード版の熱心なコレクターであり、2004年の時点で5000枚を超えるレコード版を保有している。2003年に、このコレクションは、メキシコ、キューバ、トルコ、ビルマ、タヒチのワールドミュージックを編集した、ホットウィメン、ウィメンシンガーズフロムザトーレットリージェンスオブザワールドのソースとなった。 このアルバム24トラックのうち2トラック以外は全て1927年から1934年までに収録されたものだった。ロバート・クラムの漫画技法はバーニー、グーグルのビリー・デベック、差しエ画家、C.E. ブロック、ジーン・エイ・ハーンのコマ漫画、サット・サックのジョージ・ベイカー、メリー・メロディーズに登場した1930年代のアニメーションキャラクターたち、 ザ・ガンプスのシドニー・スミス、ルーブ・ゴールドバーグの諸作品、ポパイの EC c ーガー、マットとジェフのバッド・フィッシャーといった先行する多数の漫画家から影響を受けている。クラブは雑誌、マットの初代編集長である漫画家、ハーベー・カーツマンと同様に初期のディズニー作品におけるタックもの漫画を作画したカール・バークスやジョン・スタンレーが 自分の物語構成の技法に影響を与えていると語っている。クラムの漫画作品は読者や批評家から気法編に分かれた批評を引き出している。クラムは文学上の風刺作家であるラブレイやジョナサンス・スウィーフとマーク・トゥエインと並ぶ歴史的な風刺作家の一人として称賛されており、美術批評家のロバート・ヒューズはクラムをブルーゲルやゴヤの系譜に結びつけている。一方で、 コミック研究家のトリアナ・ロビンスを含む批評家たちは、クラムの作品は下凡かつ未成熟な女性嫌悪のポルノであると急断している。クラム自身も自分には女性に対する異常な恐怖心があると認めている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。